馬赤月春は中国の囲碁騎士。石膏省、州出身、中国学校域協会所属、球団。1990年代の中国機械の覇者で名人戦13連覇の記録を持つ。1995年に東洋証券杯と富士通杯の二つの世界選手権に優勝し、中国騎士で最初の世界戦優勝者となる。軽快でスピードのある棋風。 国内でのあだ名は、妖刀。上森平の大流に対して、中流とも呼ばれる。9歳でこう覚え、12歳で過去域集中訓練隊に入る。世界アマチュア囲碁選手権戦で1981年に3位。1983年に優勝。1982年に7段を認められ、1983年に18歳で中国4人目の9段。 1985年から専業騎士。1982年に全国個人戦で優勝。以後中国国内のタイトル戦ではジョー、上守イラをしのぐ成績を上げ、特に名人戦では1989年から2001年まで13連覇。日中スーパー以後では第10回に日本の首相大竹秀夫に勝って中国優勝を決めた。 1994年に、新民が校騎士が創刊された記念に、上森平と七番号を行い、3勝4敗で敗れた。高級リーグでは、2001から2年設行、2003年以降は、紀州、山東、武漢などに所属。2011年に相棒先生対抗地となるなど、その後は指導者として活躍。中国騎士ランキングでは1998年に1位。 そう優勝回数は60回以上。藤沢秀幸は、馬が若い頃からその才能に注目し、1に、総訓言、2に、馬赤月春と表した。国際棋戦国内棋戦、日中名人戦初優勝第5回、日中名人戦、第1局1992年12月15日馬、赤月春から、小林光一白一の桂馬が講師で、 黒20までの振り代わりとなって白優勢。この後中央黒が生きたが、白は厚くなった。259手まで、白一目半勝ち。日中名人戦では1989年から91年まで3年連続で、小林光一に0から2で敗れていたが、この1992年第1局で、初勝利を挙げ、第3局も勝って2から1で、初優勝する。 http://newsxmwb.xinmin.cn コロンススララッッシシュュスラッシュに0 1 6スラッシュ04スラッシュ16スラッシュ298537734と html 新民も春忘れ7番キケチありがとうございます